こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、ちょっと紹介し損ねていたおもちゃを紹介したいと思います。こちらです。はい、長いやつだともう1年半とか多分2年ぐらい経ってると思います。こちらのトミカとプラレールとホットウィールです。見えないですよね。あ、ではですね、ちょっと最近のから見ていきたいと思います。比較的新しいやつ、こちらです。ブルーインパルスです。航空自衛隊 T4 ブルーインパルス。パッケージから簡単に見ていきたいと思います。こんな感じになっています。おもちゃねるさんの動画を見てね、これいいなと思って買いました。説明書がついてます。これね、組み立て式だそうなんです。で、こういったパーツそれぞれに分かれています。こちらに小さな羽を取り付けて、コックピットをこうです。これにこちらの羽をこの間に入れるみたいです。あー、なるほど。最後はこちら、こちらを、はい、ガチャッと。うわ、これかっこいいです。おー、これすごいですね。うわー、いやー、これかっこいい。あ、こうです。わかりました。このように取り付けるみたいです。わー。これ飛ばしたいですね、こうやって。ていうか、プラレールに取り付けて、これ走らせたい。では、次行きましょうかね。しまじろう。しまじろうです。わー。かわいらしい。これはなかなか放火さわない。わー。いやー、いいですね。これが、しまじろうなんですね。トミカの裏付き不安の方。しまじろうか2って書いてます。こちらのギミックはサスペンションになってます。では次ですね。はい、次やっぱり興味あるのがこちらですね。マツダのロードスター。こちらがマツダロードスターになります。これはなかなか、綺麗な塗装されてますね。うわー、綺麗です、裏側。うん、いいですね。で、ギミックはこちらのサスペンションと、ソフトトップが、脱着できるようになってます。こんな感じの運転席になってます。おー、ではですね、次はこのランボルギーニカウンタック。パッケージはこんな感じになっています。これはかっこいいですね。ここが、いや、いいんじゃないですか？これいいですね。いやー、昔見た、あの憧れの、ランボルギーニカウンタック。ちょっとなかなかフォーカスが、合いましたね。はい、こんな感じになっています。うわー、かっこいい。あー、後ろもまたちょっとこの角い、この作りがまたいいですね。で、サスペンションが、ギミックですね。リアの、このリアウィングは多分樹脂製、ちょっと柔らかい感じになってます。このコクピットがまたかっこいいんですよね。うわー。次は、レクサス FCF GT500。結構出来、すごくいいんじゃないですか、これ。でですね、こちら、リアウィングは別々なんですね。自分で取り付けるってことですね。では、取り付けます。は、おお、これはかなり形自体はかっこいいと思います。いやー、すごいな。うわー、すごいかっこいいです。では、ギミックを、サスペンションですね。これリアスポはちょっと柔らかいですね。では、次はこちらの、川崎重工 BK117C-2 ヘリコプターです。で、このドクターヘリの方は私持ってて以前紹介したことあるんですけど、同じような感じだと思います。これもまた綺麗ですね。うん、色がいいですね。わー。そして上がこうで、下がこうなります。で、ギミックはこちらの羽が
回るようになっていまして、あとこの後ろのこちらの羽も回るようになってます。まあ、ちょっと硬いですね。いいですね。パラ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 。ではこの2つ開封しておきます。はい、こんな感じになります。やっぱり F1 マシーンですね。フォーミュラーカーという感じがします。はい、こんな感じになります。どうなんですかね。あんまりあんまりかっこいい感じはちょっとしないですね。ではこれはですね、あのホットウィールになります。ダッチバイパー SRT10 というやつです。これちょっとあのすごくかっこいいです。あのラメが入ってて、なんか塗装もですね結構綺麗です。ただ後ろはこのテールランプとか塗られてないです。いいですね。そしてこのホイールがすごくでかいです。もう前後で全然違います。いや、ホットウィールかっこいいですね。最後はこちらです。プラレールの小田急ロマンスカー5万系です。これね、買ったんですよ。新しいのが発売されて、そちらは動画内で紹介したんですけど、前の方の方が出来いいよっていうことをコメントで教えていただいたんで買いました。すいません、ちょっと箱見てなかったです。箱はこんな感じになってます。はい。すいません、もう中抜けちゃいましたけど。で、ここに説明書きされてます。で、こういう感じ。こちらがプラ列車カードになります。こちらが戦闘車になります。あー、いいですね。すごく綺麗です。そしてあのここなんですね。なんか窓があのクリアパーツ使われてるみたいです。新型のものは多分塗装だったと思います。やっぱり旧型の方がやっぱこういう意味では出来がいいんでしょうね。こちらが新型の小田急ロマンスカーになります。同じような感じですね。確かにあのこのクリアパーツの方がいいですね。ここを開けると、はい、炭酸電池の仕様になってます。回します。回らないですね。あ、行きました。ロースピードでハイスピードです。こちらが中間車になります。やっぱり窓がクリアパーツになってる分だけかっこいいですね。そしてこちらが後備車になります。やっぱりいいですね。はい、いかがだったでしょうか。今回はこちらの紹介し損ねていたプラレールとトミカとホットビールを紹介してみました。個人的にはこちらのブルーインパルスがかなり出来いいと思いました。これは相当かっこいいですね。そしてやっぱりこちらのランボルギーニカウンタクです。やっぱりこれもいいですね。かっこいい。で、こちらですよね、ロマンスカ。やっぱり旧型の方が、なんていうんですかね、外見いいと思います。チャーシーがね、あの古いっていうのがちょっとまああるんですけど。はい、ということです。ありがとうございました。